ますね。それで、首の数が多い。なんか今日気づいたんですけど、今日気づいた。やたらのなんかあくびが多いなと思って。ちょっと見ながら行きましょう。体重は測ってます？あ、はい、いつも測ってます。今が29だけど、はい、お家ではどれぐらい？家だと、だいたい買ってから3日ごとぐらいで測ってて、最初が26ぐらい。最初が26。26、25で1回落ちて、最近になって27、28ぐらいで上がってきました。観察しながら聞いてきますね。で、主食は？主食がディクガメフードと小松菜チンゲン菜。ディクガメフードはそんなに与えてなくって、チンゲン菜と小松菜をメインで与えて、であとは人参を刻んだものと、あとたまにかぼちゃとか、あと豆苗の葉のところとか、たまにリンゴとか、その後、その副食はちょっとローテーションしながらで。食事は1日1回。そうですね、ちょっと仕事の都合で朝しかあげれないので。いや、いいですよ。それからあとは、温浴はどれぐらいのペースでしたか？温浴はやったことないです。ない。はい。あと日光浴は？日光浴はバスキングライト。バスキングライト。ですね、本物の日光に当てたことはないです。バスキングライトは1日何分何時間当てるんですか？そうですね、だいたい10時間とか。それバスキングライトだからさ、温めるだけですよね。UVA とか UVB が UV とバスキングライト、温めるのが、2種類一緒になったやつ、合体したやつ。はい。あ、そうなの、はい、じゃあ UVB とか UVA とかが出てるんですかね。そうですね、一応お店の人に聞いてこれがいいよって言われて使ってます。一回ね、UVB がちゃんと出てるかどうかは見た方がいいですね。あ、わかりました、うん、で、そう、混合でもいいんですよ。 UVB が欲しいんですよ。あ、はい。でもね、そういう UVB の混合のやつを10時間照射するのと、日光浴30分で一緒だ。そうなんですか。だから日光浴ができる気がした方がいい。だけど寒さに弱いでしょ。部屋温めといて窓開ける。あ、なるほど、うん、ガラス越しだとちょっと UVB は入っ当たれないんで、はい、網戸越しとかね、はい、からあと温浴は大事だから温浴もした方がいいですよね、はい、からまあリクガメ、ヘルマンリクガメ、まあ西と東とあるみたいなんですけど、どちらにしても草食動物です。ものすごい草食動物なんですよ、はい、普通だったら野草を食べてるわけなんですよ、主食は、はい。だけど野草をコンスタントにあげられないから、まあ野菜をやってると思うんだけど、野菜の繊維では足りないんだよね。だからもし野菜をよく食べるんだったら、はい、ウサギさんとかにあげるチモシーってあるじゃん。イネ科の干し草、はい、あれをねちょっと細かくしてふりかけみたいなのでやると繊維が補えるかなと思いますね、はい。それとリクガメフードもやっていいと思いますよ、はい、野菜だけではちょっと栄養が足りない。で、こう診察なんですけど、まずね、見た感じと、はい、持った感じっていうのはすごい私大事にしてるんですけど、はい、持った感じがちょっと軽い。だからよろしくないですよ。それからあとは顔見ても顔色は分からんだけど、あれ、おしっこしたかな。すいません、ちょっとおしっこしたね、調べてくれる、これおしっこちょっと調べていいですか。今一回もまだ口開けてないけどさ、はい、口開けて呼吸するっていうのはさ、はい、やっぱ呼吸器の機能が落ちてる可能性が高いんですよ、はい。だから、まあ、もし可能ならちょっとレントゲンを取りたいですね、はい。で、横向きと縦向きとうつ伏せ、はい、仰向けど、で、まあ、ちっちゃいから1枚で取れるから、はい、受付で何かプリントもらいました、はい。病院案内、はい、いただきました。ちょっとじゃあ病院案内出してください、はい。ちょっと料金がどっかに
料金ですね、初診料が700円、レントゲン検査が2500円、おしっこ検査が1000円か1500円。あ、出ました。尿検査。そう、一般が1000円。尿検査まで行くと2000円。2000円ぐらいかな。これぐらいの費用はかかりますけど、はい、いいですか？はい、大丈夫です。レントゲンは取った方が絶対いいと思いますんでね。はい、でこれ。それじゃあね、おしっこやったらちょっと準備して。で、あと、紙のプリントももらってます。はい、こういうちっちゃい子でね、かかりやすい病気があるんだよね。あ、これ水亀のことも載ってるからね。あ、はい、陸亀を拾って呼んでってください。で、この辺から病気のことがちょっと載ってるんですけど、くしゃみとかはしてない？このくしゃみはしてないです。鼻水は出してない？そうですね、今のところは。亀はちゃんといつも開いて、まあ、いつもというかちゃんと鉢で開いてるんだよね。これ多いんですよ、案外。あ、鼻水症候群、うん、鼻炎みたいなものですけど、でこれがひどくなってね、肺炎になってくる、肺が白くなっていくケースが多い、はい、それとあとは代謝性骨疾患 MBD かっていうんだけど、あのビタミン D3 の不足か、カルシウムとリンのバランスが悪い、弱く低カルシウムで 抗リンというかね、うん、そういう場合、うん、でもこっちの方です。ビタミン D ですね。で、これの原因が、うん、UVB の照射不足。あ、多いんです、これがね。じゃあ、治療は何かって言ったら UVB をしっかり当てること。で、UVB の単独のライトもあるんですけど、うん、高い。あ、人間にも害がある。それを10時間やると。2、3万しますわ。で、多分混合のやつだと何千円かで買えるでしょ。そうです ね、はい、1万円は越さないと思うんだけど、でそれでもいいんですけど、やっぱり10時間から12時間照射する、うん、できる日はちょっとでいいから、1分でいいから日光浴は絶対した方がいい。これ分かりました、うん、それとあとお入浴も、うんちでどれぐらい、はい、そういえばうんちはどれぐらいのペースでします？もう毎日1日1回してます。1、2回は必ずしてます。いいね。で、おしっこもじゃ出てます？あ、そうですね、1、2回そのぐらいは、はい、出てます。わかりました。それ大事でね、やっぱりうんちが毎日、おしっこが毎日出るようにした方がいいから、あの温浴ね、はい、お風呂ぐらい40度ぐらい、はい、40度前後ぐらいの、まあ、ちょっとあったかいぐらいのところに入れてあげる。だけどさ、こんなちっちゃい子、たぶんお湯入れると思うんだけど、5分もすればさ、冷めちゃうからさ、足し湯するか、まあそんな長い時間やらない、5分か10分ぐらい温浴して終わったら体拭いて、はい、温める。スポットライト、はい、40度ぐらい、はい、あの握れるようにしなきゃダメだけどね、40度ぐらいに温めてやる。だいたい30分から1時間ぐらい、はい、そうすることによって代謝が高まるし、温浴の時にさ、おしっこうんちするケースが多いんだ、はい、と世話も楽じゃないですか、うん、だからできれば温浴を、まあ、可能なら1日1回、はい、大変だったら週に1回から6回ぐらい、はい、最低週に1回はやった方がいい。でも、もし私変わってたら1日1回ぐらいやっちゃいますけどね。そうなんですね、うん、で5分ぐらいでいいから、うん、それでそこでサッとさせた方が世話しやすいじゃないですか、うん、そう、それで温めながら食べさせてやるとかですね、はい、それとそのさっきの UVB のことね、はい、ライト10時間は日光浴30分と一緒だよと、はい、30分と一緒だよということね、はい、をちょっと知っててもらうといいかなと思います。で、まあレントゲン撮るって何が見たいかっていうと、この子の呼吸器の状態と胃腸の状態が見たいんで、そこら辺をじゃあ今から写真撮って、はい、でこの場で現像しますか。ちょっと時間いいですか？大丈夫です。大丈夫です、はい、じゃあ時間ください、はい、はい、じゃあ